今日は私ニニニットお疲れです。何日か前に、もう何日か経ちますよね、3日前ぐらい、あの編み機の整理をしましたって言ってましたよね。で結構あれ、あの特にタンスの上にあげるのなんかすごい腹筋使うんですよね。1回抱きかかえたらもう絶対落とせないっていう感じでね、もうあの腹筋ないんですけどお腹がブルブルするぐらい力を込めてっていう感じ であっちに動かしこっちに動かししてたんで、ああ年齢上がってくると疲れが出るのがあの遅くなるって言いますけど本当ですね。その後に何日かは平気だったんですけど、今日あたりになってすっごい肉体疲労がすごくて、でもうさっさと早めに夕食を作って食べて、今何時？10時半ですけど、がっつり眠ってました。でちょっと元気出たんでっていうか疲れがちょっと取れたんで、今ですねあのこの、トヨタのニューエレナちゃんですね、これのこの引き返し機能ホールド、これを使ったね簡単な編み込み模様をやってます。でどんな模様になるかちょっと、これあの本当はねこの間隔が3ぐらいになる31がいいんですけど、これ51しかなくて、あとは22とかねしかなくてですね、これでやってるんですが、今こう5本飛んで1本ずつこう手前まで出して白い糸で編んだところです。で今日はねあの最初はあのテンション棒糸取り棒に2色とも通してやってたんですけど、あの何だろうな、あの編み込みに入れてこう同時編みとかっていうのと違って平編みのところにあの糸をこう変えるんで、どうしても糸取り棒だと緩んじゃうんですよね。でそのためにこうやって糸を送ったりするんで、あのインドの方たち、あれインド製の編み機なのかな、インドの方たちがなさるやり方です。私たち あの捨て編みのを編むような編み方ですね。手で引っ張って手でテンションをかけてあげる編み方でやってみたいと思います。ということがこれ手が、私の手が映っちゃいますね。このぐらいの角度かな。はい。でもうあの、この引き返しホールドのままでやっていきます。今白い糸を編み終わったところなので、そうか、ちょっとここで1段入れちゃいましょうか。こっちでやった方がいいんだ。そしたらよく映りますよね。プレーンニッティングホールド、引き返しの状態のままですね。で糸口の糸を変えながらやっていくわけです。ということは糸もちょっとこっち側に移動します。足元に糸こんな感じで入れてあります。そうか、拾い糸じゃあここで切り返さないといけないね。でここでじゃあ色糸、糸の色を変えます。糸口から外して、もうちょっと今白い糸外しました。で今度青い糸を入れます。でここちょっと編み始めは重りがいりますね、クリップ止め、あちょっと待ってまず糸針を選んどかないと、あら
まず針を選びますね。どこ行った？はい、やりました。今ここっていう感じだったので、ですよね。5目のうちの真ん中、こうやって選んでおいて、1本選べばあとはこう5目おきに出てくれますね。ここ守り、はい、これで青い糸で、手でね、手でテンションかけて1、2と編みます。で、糸変えます。ここで下で糸が絡まないようにね、気をつけて糸を変えます。結局この編み地のところでクロスされれば、下では噛まれない、なんていうの、絡まないということになりますね。こういうふうになるとね。で、今日も重機の編み出し板、均等にかかる編み出し板を使ってます。で、これ今編んだのを下げます。で、次の針を1本だけ出しておいて、で、こういうふうに出しますね。で、この下げた針、C1 まで、編む C1 まできっちり下がってないと一緒に引き上げになってしまいます。引き返しか。はい、これで2段。全部ね、インドの方たち、私がお友達にもう本当に仲良くしてるピンキーも、パリへのブラザーの 4.5 ミリの、あ、これ気をつけないと、これここに当たっちゃうんでね、関係ない針っていうか引っ込めた針が出ないように気をつけます。4.5 ミリのパンチカードですよね、ブラザーの。それなのにこの編み方をやるんですよね。いろんなもの、手でいろんな模様やいろんな作品を作ってます。はい、2段。次がまた1本選んでおいて、残りはしっかり下げる。で、ここで針の頭ですね、下げた針にの頭に当たらないように、こういう風にして、今糸変えてないですよね、糸を変えます。この方が早いですね。で、2段。緩んじゃいましたね。やっぱここのところだけは毎回つけた方がいいかな。それか重りか。どうしても編み始めの方がね、乱れやすいですね。針を変えます。5本のうちのセンター選んでおいて、こうですね。で、ここ C1 までしっかり下げる。で、2段。右で編むときは、右側から編むときって大体右側の方が崩れやすいですよね。ちょっとおもりこの端に加えてみようか。はい、次また変える。で、
5本のうちのセンターですね。ここにの針を出します。で2段いきます。あ、ちょっと待って、糸がちゃんと入ってない、はい、糸口にきちんと糸を入れて、で手で引っ張りながら、左手で引っ張りながら、この繰り返しですね。この繰り返し、これあのメモメモの LK100 みたいに、キャリッジにね、テンション骨がついてるタイプはこれやりやすいかもしれないですね。はい、2段こんな感じで割っていくと、さあどんな模様ができてるかな。1,2,3 と離れることになりますね。でこれしっかり C1 です。もうちょっとやって、もう一回ぐらいやりましょうか。あ、これ違う。これ手順決めた方がいいですね。まず針を選んでおいて糸を変えるか、糸をまず変えておいて針を選ぶか、針先ですね、やっぱりね。こんな感じで、じゃあホールドを解除してちょっと平編みをしてみてみようと思います。多分ね、この5目っていうのは間隔が空きすぎてる、こういうものを使って、交互に針を変えて引き返し編みで編む編み込み模様でした。これでね、以上です。